こんにちは。今日の切り抜きニュースは、なぜ堀江も総理大臣にって急に言い出したかっていうと、さ、見えてきたんですよ、本当に。今の本当の自民党の政治家とちょっと弱い。これはもう逆転できるっていうのを、まあ、僕自身が確信をしてます。スピードの速い遅いは別ですよ。わからない。僕はもう先が見えちゃうから、すごくすぐ来そうな気がして、こうやって、こう、急にこう、パーって言い出すけども、先が見えます。で、先が見えるっていう意味では、これからどんどん生活をもらう人が増えていきます。これはもう間違いないです。先が見えるからですよ。それはだって、農業だって、どんどん機械化されてね、効率化されていくから、農業、漁業、まあ、漁業はそこまで、効率化されてないですけど、農業だってどんどん効率化されていくし、車の運転だって自動化されていくだろうし、AI がもっと普及して5年、10年経てば、人間の頭脳をはるかに超えていくわけですよ。そしたら、そろばんをするとか、電卓を打つとか、パソコンでデータを打ち込むって仕事がなくなっていく。コンビニのレジだってどんどん無人化されていってるわけですよね。だから、生活保護者が増えていくっていうのは僕は手に取るように見える。でもそこを、こう、生活がしんどくなるとか、人生が楽しくなくなるっていうか、不幸になるとか、そんな考え方は持ってないです。むしろその生活保護を受ける方が楽しく、この生活保護いいよねって思える社会にしていこうとしてるだけなんで、そうするためには、やっぱりその日本の頭のいい人たちを政治の世界に引っ張ってこなきゃいけないなと思ってるだけです。だから冒頭言った代表権の問題なんて正直そんな大した問題ではないんです。どんなに大津が頑張ったところで、まあ5年ぐらいにはどうやって潰れてしまう、その人が集まるわけでもないから。でも我々はここだけ優秀な人たちが集まって常に時代に合わせた提案をしに活動していってるから、中身の方が大事です。もちろん、代表権の裁判で負けるとも思ってないですけどね。ただ、彼に勝ったとしても、代表権の訴訟を勝ったとしても、中身が伴わないといけない。から、今の政治家見てて、本当になんか、能力低いなぁ。で、多分、多くの国民が思ってるんじゃないですか。それ言わないからじゃないですかね。なんか、洗脳されてません。国会議員がすごく偉い人。強い人みたいな。違いますからね。その洗脳に、まるで大臣とか、その偉そうに映し出されるじゃないですか。黒い車に乗って、お付きの人がいて、SP がいて、この人たちが偉いって洗脳されてるんですよ。もうそうじゃないですよ。確かにあの肩書きの人たちは偉いんですよ。ただ、実際にそこに当選してやってる人たちっていうのは、この国の中の頭脳で言えば大した頭脳ではない。もっと経営者の中に優れた人たちがたくさんいるっていうことを、まずこれから YouTube を使って、まあ、SNS を使って広めていくっていうことが僕たちの仕事だと思っています。だから自民党にとって変わる政党がないなんていうことじゃなくて、我々はまさに自民党と一緒に彼らのいいところと我々のいいところをこう引っつけて、この国を、まあ、変えていきたいというか、もっともっとしっかりとお金を稼がないと、結局は生活保護の人たちがしんどくなっていく、底上げができない、生活保護の人たちが底上げしないと犯罪が起こるっていうのが順番なんで。確かに経営者は優れた人が多いです。しかし経営者出身の政治家はほとんど成功していません。今の自民党のシステムでは当選回数が全てだからだと思います。こんなんだから大きな変化は難しいんでしょうね。それではご視聴ありがとうございました。娘の立花久美と一緒に NHK をぶっ壊す、やってくれ